この辺にしよう。出てきたから握手してもらって、その後引退しちゃったんですよ。大丈夫ですか？この辺がいい。ここにお貸してください。収納でもらっていいですか？入れます。滑る。あ、こんなもんでいいな。刺します。刺しました。ニュートンボタンを解除してもらっていいですか？点滅になってるところ。ありました。大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっとだけこれ背中にぶつかって、あれ27日ってあれじゃあ、歌わせていただきます。えい、じゃあ、前回街角で久しぶりにやらせてもらった時と同じようにます。PA がなかったんでこんな感じでやってたんですけど、じゃあみんな行くぞー、赤崎のみんな、今からライブやるぞーって感じでやったんですよ。マイクがないんで。じゃあ行くぞー、アルバッツロックショー、サンサンサン。ちょっとあんた気持ちのうら、君の誘いの手に立ってる、君だって楽しくないだろう、やめろよ、そんなに進めるんじゃないよ、心はまだまだ決まらない、今のままでいいじゃないか、迷惑さえかけなければ出しませんからね。そのネタありますよ。なんでこんなところで歌ってんのかなっていう風にもう見てもくれないですよね。透明人間ですよ。写真でも大丈夫ですか？あ、どんどんとダメですよ。私は別に著作権も写真の肖像権もいらないですからね。ジャズが来ればまた働けるという歌。そんなことばかりを今日でも誰かが見ててくれ
れるから頑張るしかないさ。下がればまたパパが帰る。
ですかね、うちの息子が2年ぶりにホールマーカットに浮いてきました。おお、私も2年前は行ったんですけど、さすがにもうそんなに行けませんイエスタデイを練習してきました。イエスタデイはね面白いですよね、このコード進行が。イエスタデイ週末で PA がなかったんで、ずっとこう誰もいないところで違うだこれだっつってやってどん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 やったんですけど、さすがにそれはできないな次の歌ですね、そうだ、練習してきたんですよ。愛の装備をですね、陽水ナイトのために陽水ナイト何やろうかなって、一応愛の装備でしょ、マイハウス、あと何やろうかな、あと風のエレジーってことかも。まあ、一応3曲を今練習してるんですけど、マイハウスはでも難しいですね、まだ歌詞が覚えてないんですよ。愛の装備もですね、ちょっとやってみましょう。ほとんど知ってるはずなのに忘れちゃったんですけど、愛の装備、太陽なら練習不足ってだけではないんですが、いつでも歌詞カードを見たくなかったんで、ダメだな、家で練習したんですけどね、陽水ナイトまではちゃんとやりますから歌詞見てもいいよ、歌詞見るとダメなんですよ、歌詞見るとダメって人いるよ、歌詞見ると歌詞一行して読んじゃうとそれ歌っちゃうんですよそれでは、カバーはこれで終わりにします
サタデーナイトですか。じゃあなんかサタデーナイトでもやりますか。今日はそれじゃないですけど、それでは背中押す人だけな。じゃあサタデーナイトでもやりましょう。サタデーナイトというのはですね、 G E マイナー C D というこの循環コードでできておりまして、そうなんです、そういうことやってたんですよ、1年ぐらい前は。この G のコードで始まる曲を片っ端からやってたんですけど、今できるかな。でも大事なのは何ですか、見つけに行くの。違ってないじゃん、違うな違うな。もうできないですね、だからずっとやってないんで。じゃあ、なんだ、じゃあちょっと普通にやりますよ。失礼しました。誰も聞いてないからごまかせるんだけど、聞いてるからごまかせないですね。じゃあ、愛を止めないでって言ったわ。愛という言葉は一体どういう意味なのかな。愛という言葉にどんな違いのことならば、それを止めないで。愛という言葉は嘘だと思っていた。愛という言葉に対した意味なんてないと僕にはわからないけど、君のために働きたい、その気持ちのに感じられたっていう友達のオリジナル曲がありましてですね、そのフレーズをパクったものなんですけど、あとはみんないい人だらけっていう歌を歌ってます。
いい人なんだけどね。であとなんだっけあとですね、何か I wanna be a man を歌います。 Are you daddy? I wanna be your daddy. 君のダディになりたいよ。 I wanna be your daddy.テーマソングでこうやってるんですよ、いつもオープニングですねって恥ずかしいんですけど We are J.O.B. 俺たち Oh yes! We are J.O.B. 俺たち親父はいつでも金がないってこうやっていつも始めるんですよ、バンドでね。それで自分はまあギターなんでね、ギター弾いてるだけなんですよ。あいやいやいやしかやってないんでね。で日本語でやってるんです、一応。だからそれをたまにここでやってるっていう。実はあのあれもこれも一緒なんですよ。これも J.O.B. の持ち歌なんですよ。浴衣の君はすすきのかんざしってやってるんですよ、こういうこと。これは私のあれじゃないんですよ、あんじゃないんですよ。うちのバンドのリーダーマンなんですよ。まあいいや、そういうことをやっておりました。最後の1曲ぐらいになりましたら、ですね、なんだっけな、と。じゃあ最後にあれから77日という歌を歌わせてください。あ、やめた、あれにします。すいません、今日はもう会えないだ。我々のコンポのセンターすげえなと思ってるんですよ。マジやった。
Yeah.